アメリカ合衆国出身の弁護士、政治家、モンタナ州第一選挙区選出のアメリカ合衆国会議員。1930年に21歳でモンタナ州会議員に選出され、州史上最年少の衆議会議員の一人となった。1937年からモンタナ州第一選挙区選出のアメリカ合衆国会議員、米国会議員として一期の任期を務めた。 1930年代半ばから左翼主義的な1940年代にはワシントン州で民主党と進歩党のリーダーとして活躍し、1948年の大統領選挙ではヘンリー・エウォレスの支持者となった。1950年以降、オコンネルはモンタナ州で刑事弁護人として活躍したが、1956年に心臓発作で急性した。 1909年6月14日、モンタナ州ビュートに生まれたオコンネルは、ビュートの教区学校に通っていた。1931年に、モンタナ州ヘレナのキャロルカレッジを卒業し、民主党全国委員会のスタッフとして働きながら、アメリカカトリック大学のコロンバススクールオブローと、ジョージタウン大学に通った。オコンネルは、1931年から1934年まで、 モンタナ州会員議員を務めた後、1934年から1936年まで、モンタナ州公共サービス委員会の委員を務めた。また、1930年から1940年に、かけて民主党州大会の代表を務め続けた。オコンネルの友人ロバート・マーシャルは、1930年代に、インディアン事務局の林業主任。 米国森林局のレクリエーション管理責任者などを歴任していた。マーシャルは1939年に死去したが、オコンネルはマーシャルの遺言によって設立された自然保護基金、ロバート・マーシャル・ウィルダネス基金の理事長に任命された。同基金は組織労働者、農場擁護団体、失業者の擁護者の間の政治的調整を改善するための活動を行った。 オコンネルは民主党員として第75会議会下院議員に選出された。下院議員時代には友人のジョン・バーナード下院議員と共にスペインを訪れた。当時のスペインはフランシスコ・フランコ率いる右派のファランケ党とマヌエル・アサーニア率いる左派の人民戦線政府で内戦が発生しており、オコンネルとバーナードはコミンテルンが組織した。 国際旅団のエブラハムリンカーン旅団への支援を示すためにスペインに滞在していた。オコンネルは1938年と1940年にも会員議員選挙に立候補したが落選した。オコンネルは1944年6月にワシントン州シアトルに移住した。 1944年12月から1947年1月まで、ワシントン州民主党中央委員会の事務局長。1947年には、ルーズベルト民主党の事務局長。1948年と1949年には、ワシントン州新ポ党の事務局長を務めた。また、1946年から1949年まで、シアトル労働学校の講師を務めた。 これらの経歴は、後にアメリカ議会から調査の対象となった。1948年6月、オコンネルは、ムント法案打倒全国委員会の委員長を務めた。ムントニクソン法案は会を通過したものの、上院の審議は停滞していた。同法案は、アメリカ共産党の全構成員に対して、司法省への登録を義務付けるものであったが、反対派は、 その成立を阻止することに成功した。オコンネルは1950年にモンタナ州の弁護士資格を取得し、亡くなるまでグレートホールズで弁護士として活躍した。1951年にはクラレンス・チェスター・ペレット殺害事件でフランク・ドライマンの弁護を担当した。1952年から1954年にかけてモンタナ州の裁判所が2つの死刑判決を覆すほど、 おコンネルは、抗争を成功させた。1955年2月、ドライマンは、終身刑となった。1950年、海無非米活動委員会の委員であった、カール・イ、e ・ムントとリチャード・ニクソンは、ムント法案敗訴全国委員会の委員長を、務めていたおコンネルを、共産主義者の審判ではないかと疑っていた。報告書では、おコンネルと共産党及び全米弁護士協会との、 強いつながりが指摘されており、両団体はオコンネルがかつて所属していたン歩党と協力関係にあった。1955年、オコンネルは海運非米活動委員会の会議に出頭し、1948年にン歩党として大統領選に出馬したヘンリー・エオウォレスを支援したことなど共産主義者との関係の可能性について広く質問されたが、オコンネルは 共産主義者や共産主義との関係を否定した。オコンネルは NCDMB での自分の役割についての質問には曖昧な主張を行った。例えば NCDMB で何かの役職に就いていたかという質問に対してオコンネルは最初はいいえと答えたが、その後1948年6月に NCDMB に加入したことを認め、その所属終了日を おそらく1950年9月13日と述べた。しかし、委員会は、オコンネルと共産主義者との関わりについて決定的な証拠を得られず、委員会の評価は下がった。オコンネルは1956年1月16日、グレートホールズで心臓発作のために亡くなった。グレートホールズのヒルクレストローンメモリアル、モーソリアムに埋葬された。ありがとうございます。